ここからということです、ね。もう一度皆さん改めてご挨拶といたしましょう、えー。おはようございます、えー。ここからということです、ね。もう一度皆さん改めてご挨拶といたしましょう、えー。おはようございます。アレルリ詩篇をお一編ずつ辿っています。えー、今日はねその二十二回目ですよ。テキストは今読んでいただいた詩篇の二十二編ですね。長いので途中までになりましたが。 で当初の予定ではずっとこれまでやってきたように1回ですべてをカバーする予定でしたでもね準備を進めているうちにね内容があまりにも豊富なので駆け足で終わらせるのはねとてももったいないなと思うようになりましたそこで紙二22編に関しては2回に分けてお話ししたいと思います二回に分けて今日はその1回目です、えー、箇所は1節から21節の途中前半までになります で来週は2回目残りの21節の後半から31節となるわけです。で詩詩には150編の詩が収録されています。その中にはね多くの嘆きの詩嘆きの歌っていうのがあるんですよ。でもこの嘆きの歌の中で「我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですか?」っていう叫びで始まるこの22編。 えー、最も激しく、最も印象的、そして最も切実なものであるというふうに言えるでしょう。今日はこの支援、えー、の22編、えー、これを見ていきたいと思います。いつものようにこの支援につけられた表題、タイトルを確認するところから始めましょう。表題はね、こうですよ。指揮者のために、暁の目近の調べに合わせて、ダビデの参加。ダビデの参加とあります。 これはまあ、いろんな説があるんですが、えー、このメッセージでは表題を信じ、表題通り、えー、作者はダビデということで話を進めたいと思います。あとここにですね「暁の目っというのがありますね。これ鍵格好でくくられています、まあ。もちろん日本語に訳すときに鍵格好にしたわけですがこれは、まあ、当時の歌のタイトルだろうというふうに考えられます。で暁ののの調べに合わわせてというわけですから、この 有名なんでしょうねこの歌のメロディーに合わせて「篇二22編」が歌われたということだと思いますで今日はこの「篇二22編」の前半を見ますが大きく3つに分けてお話をしたいと思うんですね。第一にお話ししたいのは節節からのここにはねダビデを苦しめる神の沈黙について書いてある 1>, 1つ目はダビデを苦しめる神の沈黙2つ目のこの段落まとまりは6節から1一節。六節から1一節。これはダビデを苦しめる人々の嘲笑あざけって笑うバカにするっていうことですね3つ目これは12節から21節の前半までこれがダビデを苦しめる恐ろしい敵この3つのまとまりになると思うんですね もう一度言います1つ目がダビデを苦しめる神の沈黙2つ目がダビデを苦しめる人々の嘲笑そして3つ目ダビデを苦しめる恐ろしい敵ということですで一と言お祈りいたしましょう天皇父様皆を褒めたとえます今日は有名な嘆きの歌である紙二22編をひもときます主よこのメッセージに際して一生懸命 準備をいたしましたが、どうぞそれをはるかに超えて、あなたご自身がお一人お一人に、最もふさわしい形で、時にかなった方法、時にかなったメッセージをお与えくださいますようにお願いいたします。これからのひととき、すべてをあなたにお委ねし、とうとうイエス様の名前を通してお祈りいたします。最初のまとまり、1節から5節、えー、巨大地の話したいのは、ダビデを苦しめる 神の沈黙です。えー、改めて一節二節を読んでいます。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか遠く離れて私を,お救いにな私をお救いにならないのですか私のうめきの言葉にも。我が神、昼、私は呼びます。しかしあなたはお答えになりません。夜も私は黙っていられません。 非常に切実ででな叫びですねねこれね先週、先々週の祈りとね、詩編とね、ずいぶん違うんですよ。先週、先々週メッセージを思い出してください。テキストは、詩編の20編と21とでしたでこの2つの詩はねセットだよってお話し,しましたね。20編が戦いの前の歌、そして戦いがあって、それを挟んで、詩編22編、戦いの後の状況が歌われています。 でどんな感じだったかというとこれからね圧倒的な戦力を誇る敵と戦わなくちゃいけないそこでダビデ王は国民と一緒になって神の前に進み出て祈るわけですよすると神が答えてくださって勝利を確信するんですでここまでが20編でしたねそして実際に戦いに出て勝利を収めたんでしょうダビデの国民は大喜びをしますしかしそれを誇ることなく全てを神様の栄光にお返しした 神様に感謝しし賛美をした。これが21編ですで。ここに描かれているのはですね、祈りに対して打てば響くように答えてくださった神ですよところが22編ここは状況全く違いますねダビデが祈っても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 ,ってもね答えてくださらない神様は答えてくださらないんです その間にも自分を取り巻く状況はどん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 悪くなるんですよ。だからダビデは我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかと叫んだんです。ダビデを送ったのは恐ろしい神の知名ですよ。ダビデは神に見捨てられたように感じています。あれほど身近に感じていた神がもはやはるか彼方に 離れてしまったように感じているんですよ2節を見るとダビデは昼も夜も神に呼ばわり祈りつ,つが分かりますあの通りっぺの祈り方じゃないですよ多分ね身もえしながら涙を流しながら魂を削るようにして祈ったでしょうでも神は答えてください しかしダビデは諦めないんですよ。あくまでも神にすがりつきます。3節から5節。けれども、あなたは聖であられ、イスラエルの賛美を住まいとしておられます。私たちの先祖はあなたに信頼しました。彼らは信頼し、あなたは彼らを助け出されました。彼らはあなたに着び、彼らは助け出されました。彼らはあなたに信頼し、彼らは恥を見ませんでした。ダビデは2つのものを持ち出して、それを根拠に、 神様に助けを求めているんですよ。2つの根拠、第一の根拠はこれ、神が聖であるということです。清いお方ということです。聖なるお方、清いお方は当然、義なる神でもあるはずです。正義をもらう方、それならば悪者が我が物側で今力を振るっています。どうぞ正義の鉄槌を下してください。ささばいい。てくださいと ダビデは神のご性質を根拠に応じて訴えているわけですね。第2の根拠はこれです。先祖の救いですよ。イスラエルの民はピンチのために神に助けを叫び求めてきたんですよ。すると神は祈りに応えて彼らを救い出してくださった、助け出してくださったんです。あの典型的な例はあの、出エジプトですよね。 奴隷状態になって苦しくて苦しくてしょうがなくてイスラエル人たちは神に祈り求めた叫び求めたそしたらエジプトから脱出させてくれましたねだから彼らは恥を見なかった祈りに応えていただいたからこの歴史的事実を根拠にダビデは私もイスラエルの一員ではないですか先祖たちを救ったように私もお救いくださいそう訴えている しかしそれでも神は答えてくださらないんですよ。沈黙が続き、ダビデはもだえ苦しんでいます。皆さんもこういう神の沈黙っていうのね経験したことがないでしょうか。もう苦しくてしょうがないんですよ。で、祈り、助けを祈り求める。けれども、全く祈りの答えが来ない。状況は良くならないどころか悪化していく。そんな経験です。 これは、ね、私たちだけのものではない。3000年前に約3000年前にすでに、ね、ダビデが経験している、そしてこういうふうに、うんうん、叫び求めている、その問題ですね。2つ目、ダビデを苦しめる人々の嘲笑です、ね。6節から11節です。まず6節から8節を見てみますね。しかし、私は虫けらです。人間ではありません。人のそしり、民の蔑みです。 私を見る者は皆私をあざけります。彼らは口を尖らせ頭を振ります。主に身を任せよ。彼が助け出したらよい。彼に救い出させよ。彼のお気に入りなんだから。ナビデはね、私はもう虫けなです。人間ではありませんと言いますよ。祈っても祈っても祈っても答えがない。敵からの攻撃、ますます激しくなる。そんな中、彼のセルフイメージ。 えー、自己像はです、ね、どんん底までで落ちるんですよ自分が地べたを這い回ってて簡単にプチュッと踏みつぶされてしまう虫けらのように感じているまたこれはダビデの敵が自分を虫けら扱いしているという意味でもあるでしょうそしてね私は人のそしり民の下げすみですと言いますこれ神教土薬聖書は、ね、これを 私は人間のクズ民の恥ですって訳してますね面白い訳だと思いますそしてラビデを見る者全てが彼をあざける罵るんですよラ、ね、ビデがこの詩をどの時代に書いたかは断定できませんしかしあの先週先々週見た 詩編20編21編に描かれているのはダビデ王の黄金時代でしたよね国民がこぞってダビデ王のために祈っていましたそれに比べるとこの22編に書かれているのはもう四面疎下ですよ敵だらけ味方なんかいないですからこの状況は多分彼が王になる前、まあ、荒野をずっと逃げ回っていてそしてもうどこに隠れても通報されてしまうあの状況が一番まあふさわしい あの時代に作られたように思われますでダビデを見る者は口を尖らせて頭を振るです、ね、これは多分当時人をあざけるバカにする時の仕草だったんでしょうそして彼らはねこういうふうに言うんですよ発説神に信頼したらいいじゃないか普段から神様神様って言ってんだから神に助けてもらえばいい おお前は神のお気に入りなんだからものすごく悪意のある言い方ですよもしかしたら皆さんの中にもね同じ言葉でバカにされたことがある方がいるかもしれないですねこんなこと悩んでないで神様に助けてもらえばいいじゃんクリスチャンなんだからいやー悔しいですよねでももしあなたがそう言われたとしたらねそれは勲章ですよ それはあなたが隠れキリシタンではなく私はクリシャンだという旗印をしっかり立てて生きている証拠だからです。イエス様は参上の説教でね、こうおっしゃいましたよね。私のために人々があなたを罵し迫害しありもしないことで悪口を浴びせるときあなた方は幸いです。喜びなさい。喜び踊りなさい。天ではあなた方の報いは大きい。大きいから。 あなた方より前にいた預言者たちを人々はそのように迫害したのです話を詩篇に戻します絶対絶命四面楚歌の状況にいるダビデの思いはねもうジェットコースターみたいにアップダウンするんですよ人々から罵られる状況を訴えたものの、再び神への信頼を口にします9節から10説 しかしあなたは私を母の体から取り出した方母の乳房により頼ませた方生まれる前から私はあなたに委ねられました母の体内にいた時からあなたは私の神ですどうか遠く離れないでください苦しみが近づいており助ける者はいないのですダビデはここでね自分という存在の全てが神によるものだと告白していますよ 自分に命を与えてくだだ。さったのは神だ母の体内で十月十日にわたって育んで時道でこの世界にデビューさせてくださったつまり出産さ生まれさせてくださったのは神だだから母の体内にいた時からあなたは私の神ですと告白したんですよそしてねそのような関係にある私をどうか助けてくださいある意味で言うと製造責任者にですね訴えてるわけですよ で11節どうか遠く離れないでください。1節でもダビデは遠く離れて私をお救いにならないんですかと訴えています。祈りに応えてくださらない沈黙を守り続けるその神にダビデは距離を感じているんですね。そしてダビデは苦しみが近づいているんです。 自体はどんどんんん悪化しているんでしてるでょう迫り来る危機を彼は、ね、肌でもうヒリヒリと感じているんだと思うそんな中でダビデは、ね、こう言うんですよ「助ける者がいないんです主よ」「あなたしかた助けはないんです」そう訴えるわけです苦しいのにですね3つ目ダビデを苦しめる恐ろしい敵がここに リストアップされていきます12節から21節です。数多い大牛が私を取り囲み、馬山の強い者が私を囲みました。彼らは私に向かってその口を開きました。引き裂き、吠えたける獅子のように。ダビデの敵が3種類の動物に例えられていますよ。どれも強烈な、強力な動物です。第一に、数多い大牛。 お牛オスの牛ですよ、もう堂々とした巨体を誇り、鋭い角を持っています。時にはオオカミでさえケチらしまたその角で突き殺しますよ。それほど力強い敵が自分の周りをぐるっと囲んでるんだとダビデは訴えます。第2にダビデは敵をバシャンの強いものに例えています。こバシャンっていうのは、イスラエルの北の方にガリラ役がありますね。 イエス様のホームグランドあのガリラヤ湖の東側がバシャン地方バシャンと呼ばれる地方ですあそこはね今もそうですけど緑に滴る本当に豊かな土地ですそして野生の牛がたくさんあそこにいることで有名だったそうですつまりバシャンの強いものというのは野牛野生の牛のことですよ新教堂訳聖書ではこれをバシャンの猛牛と訳していますね そして第3にナビデは敵を引き裂き吠えたける獅子に例えています。獅子、はもちろんライオンですね。今もうね、イスラエルに来ませんあの、絶滅してしまいました。しかし、聖書時代にはイスラエルにもこれ生息していたわけです。ナビデは、お牛のような、柳生のような、ライオンのような敵に取り囲まれている。 でね、もう精神的に、肉体的にボロボロなんですよ。その様子を書いているのが14節15。私は水のように注ぎ出され、私の骨ぼろは皆外れました。私の心はろうのようになり、私のうちで溶けました。私の力は土器のかけらのように乾ききり、私の下は上あごにくっついています。あなたは私を死の塵の上に置かれます。 これ解説しなくてもなんとなくねおおすっごいことになってるなってわ分かりますねあの死として自分の今の状態精神的に肉体的な状態をおおお説明しているわけですダビデの中から力と勇気が水のように注ぎ出されたもう流れ出しちゃったということですねそして全身の骨がみんな外れたように体はガタガタ恐怖で心は溶けてしまうような状態力は ききり、りはに張付いてるんです口がカラカラこれ多分恐怖のあまり口がカラカラうこうなるのもね無理ないですよだって私たちはねたった一人のに憎まれて意地悪されただけでね悩んで胃袋に穴が開きますよダビデはこれほど多くの強力な敵に取り囲まれて命狙われてるもう精神的肉体的にガタガタボロボロになるのは もう,もう仕方がないところですねしかしそれでも神はダビデを救ってはくれないまるでダビデは死の塵の上に放置されているそんなふうに感じています続いて16節から18節犬どもが私を取り囲み悪者どもの群れが私を取り巻き私の手足を引き裂きました 私は私の骨を皆数えることができます。彼らは私を眺め、私を見ています。彼らは私の着物を互いに分け合い、私の一つの着物をくじ引きにします。今度は、ダビデを取り囲む敵が犬どもに例えられていますね。愛犬家の皆さんはごめんなさい。当時ね、このユダヤ人にとってはですね、犬というのはとても汚れた存在だったんですね。 まあ、あの理由もあるんですよ当時がいっぱいいました保健所なんかないですからねでまたねゴミを漁ってるわけですよだから戦争があって死体が転がってるとそれも食べてるわけですよそういうのを見てるとですねもう本当に汚れた動物だと思われるのはまあ無理もないですよナビでは自分の現在の状況をそのような巧妙なこの野犬に取り囲まれてですね今にも食いつかれ引き裂かれて餌食にされてしまうもうこれはこそ危険なんだと言ってるわけです で17節これ骨が出てきますね、骨。私は、ね、よくね、あの証拠に、ですね、あなたの鎖骨はどこにあるのって言われるんですねで。私の場合ね、鎖骨も肋骨も、ね、見えないんです、外からね、骨の上にたっぷり肉と脂が乗ってるからですよ。でも、ダビではあこう、私は私の骨を皆数えることができますって言うんですよ。 もう敵の攻撃によって、ね、心身ともにダメージを受けて痩せをとえてしまったんですよ。もう骨が数えられるぐらいそこまで痩せちゃったということでしょう。そして18節当時の戦争では相手を倒したらです、ね、殺したらその武器を奪うんですよ。そして着ているものを剥ぐんですよ。そして持って帰る戦利品ですね。ダビデはいやこのままでは私は、ね、殺されてしまう。 そして戦利品として着物を剥がれてその着物を誰が取るかくじ引きされるそこまでもう危機的な状況なんだと言ってるわけですこのように自分が直面している絶体絶命のピンチをダビデはね切々と訴えるんですよしかし彼,は彼の心は再び神に向かうんですよ神に願うんです 19節から20節、主よ、あなたは遠く離れないでください、私の力を急いで私を助けてください、私の魂を剣から救い出してください、私の命を犬の手から、私を救ってください、獅子の口から、柳生の角から。ナビデは再びね、主よ、あなたは遠く離れないでくださいと叫んでいます。 祈りに応えてくださらない神に距離をやっぱり感じてますね。だからも,もう来てください。すぐ助けてくださいと切実に祈り求めているわけです。ね、苦しい苦しい苦しい祈りですよ。しかし神は沈黙を守っている。それが22二編の前半部分です。 以上一節ずつたどってきましたが今日は残りの時間でこの紙二22編にですね新約聖書の光を、ね、当ててみたいと思うんですよ私たちは旧約時代の人たちが知ることができないその事実真理をこの聖書によってね神から掲示されているからです、えー、もう一度言いますね紙二22編を紙二22編に新約聖書の光を当てて 見たいと思いですねで、まず第一にこの22編からメシア受難の姿を見てみたいと思います新約の光を当てるとこれが見えてきます二つ目、えー、失礼これ神の注目と書いてありますがこれは間違いですねメシアの叫び、えー、について見てみたいと思います 22編、冒頭切実なダビデの叫びこれはね読者の心をわしづかみにしますよね我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかでもこの言葉って聞き覚えがありませんかそうですねその通り十字架にかけられたイエス様も同じことを叫んでいますマタイは自分が書いた福音書でこう記録していますよ 27章の46節マタイの福祉の27章46節3時頃イエスは大声でエリエリレマサバクタニと叫ばれたこれは我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという意味である多分イエス様は壮絶なこの十字架の苦しみの中この篇二十二篇のことを思っていたんでしょうなぜならイエス様はまさにあの ダビデと同じように父なる神から捨てられるという経験を味わっていたからです。そして耐え難い恐怖を感じこの紙幣22編のダビデの叫びを自分のものとして叫んだんでしょう。ということはね我が神我が神どうして私を召してになったのですかというダビデの叫びは多分彼自身は意識していない気づいていないけれども ダビデの子孫から出るメシアの苦しみを予言しした叫びでであると言えるとえょう。そしてダビデの約1,000年後救い主であるイエス様が「我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですか」と同じ叫びを上げたことによってこのダビデの予言が成就したつまり実現したということができます。 そういう意味においてこの「四篇二十二篇はメシア受難の歌メシア受難の詩と言われています今日新約の光を当ててお話したい大地のことはこれですよねメシア受難の姿四篇二十二篇に現れている描かれているメシア受難の姿ですで実はねこの叫びだけではないんですよ篇二二十には イエス様の十字架の様子、あこの様子が隠し絵のように散りばめられているんです。そのことを意識して記録したのがマタイなんですよ。それでは四編二十二編とマタイの福音書の記述を比較してみましょう。どういう共通点があるのか。まず七節です。私を見る者は皆私を嘲笑います。彼らは口を尖らせ、頭を振ります。とダビデは言いました。嘆きました。 そしてこの時代から約1000年後十字架にかけられたイエス様を人々は同じ仕草であざける、罵る、バカにするんですね。見てみましょう。マタイの福祉27章39節。道を行く人々は頭を振りながらイエスを罵っていった。神殿を打ち壊して3日で建てる人よ。もし神の子なら自分を救ってみろ。十字架から降りてこい。この仕草が同じなんですね。 弾を振りながらということです、ね、次に8説ダビデの敵はこう言ってバカにしました「主に身を任せよ彼が助け出したらよい彼に救い出させよ彼のお気に入りなんだから彼という名もちろん神のことです」そしてこの約1000年後イエス様の、えー、最首長立法学者長老たちというこのリーダーたちが同じ言葉で 十字架にかけられて、苦しむイエス様をバカにしたんです。彼は他人を救ったが自分は救えない。イスラエルの王だ。今十字架から降りてもらおう。そしたら我々を信じるから。神は彼により頼んでいる。もし神のお気に入りなら今救っていただくがいい。私は神の子だと言っているんだから。同じ言葉を使っているわけです。そして18節。ダビデは、 敵が自分を殺すだろうそして戦利品として着物を剥いでそれくじ引きにするだろうというふうに言ってるわけです。18節。彼らは私の着物を互いに分け合い私の一つの着物をくじ引きにします。そしてこの1000年後イエス様の十字架の足元でまさにここに描かれていることが実現します。27章35節。こうしててイエスを十字架につけてから 彼らはくじを引いてイエスの着物を分けそこに座ってイエスの見張りをした実行したのはイエス様を十字架にかけたローマ兵たちです彼らはイエス様の着ていた服をくじ引きで分けたんですねこれを書いたのはマタイですでもよく考えてみると彼はこの様子を目撃していないんですよだってイエス様がゲ謝マネの袖で 逮捕された時に彼らは12でしょう。恐ろしくなって逃げちゃったで、多分ずっと復活の朝まで隠れているわけです。彼らは十字架のあの現場にいなかったはずなんですね。しかし、マタイはイエス様の生涯と教えを記録するにあたって、この十字架の目撃者に取材をしたんだと思います。聞き取りをしたんだと思います。 そしてイエス様が我が神我が神どうして私を見捨てになったのですかと叫んだその事実を知ったその時にすぐに気づいたと思いますああこれはダビデの詩篇の一節だしかしそれだけではないんですよ目撃者から聞いた十字架の光景は詩幣22編とあまりにもこう合致する点が多かっただからダビデは 福音書を執筆するにあたって数々のこの一致をこの場面に散りばめていったわけですで私たち日本人はね読んでも分かりませんよ聖書の知識がないからしかしマタイはこの福音書を、ね、ユダヤ人向けに書いたんですよ読者はユダヤ人なんですですからユダヤ人はこの十字架の場面を読みながらそこにこの十字架の場面からね編二十二編の 様々なこの記述を、ね、読み取ったと思いますであ,あダビデのあの22編あの詩篇はダビデの子孫と,や子としてやってきたメシア救い主である方の最後を予言していたのだそしてあの詩に書かれていた通りイエス様は十字架にかけられダビデの叫びを自分のものとして十字架の上で叫んだのだ だからユダヤ人たちはですね、イエス様こそダビデ契約を実現して登場したメシア救い主なんだということをこのマタイの福音書を読んだときに確信したことでありましょう。新約の光を当ててお話したい2つ目それは十字架上のメシアの叫びです。 ダビデは我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかと必要な叫びをあげました彼は神の沈黙に苦しみ神から見捨てられたように感じていた実際に彼は見捨てられてはいなかったんですがそして新約の時代に生きる私たちは知っていますダビデの時代から約1000年後に救いの時代イエス様が十字架の上でこのダビデの叫びを自分のものとして叫んだ 我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかイエス様の場合は実際に神に捨てられるという経験をしなければならなかったんですこの2つの叫びは歴史を貫いて共鳴し合っていますねそしてこの叫びは2つの叫びは私たちに神に見捨てられること神から切り離されることがどれほど恐ろしいことかということを教えています 特にイエス様の叫びが私19歳の時に初めてこの「マタイの福祉」を読んだんですよ初めてイエス様のこの叫びを知ったんですでがっかりした失望しましたねなんと見苦しい毅然として笑って死んでいった方がかっこいいじゃないかと思ったんですよそれはね本当に健闘外れな考えでしたねイエス様ごめんなさい 19歳の私は本当に何にも知らなかったわけです皆さんイエス様にとって十字架は想定外のことではなかったんですよハプニングでもなかったんです十字架にかかるためにこそイエス様はこの地上に降り立ちましたそして常に十字架を見据えて歩んでいたんですよその証拠にイエス様は弟子たちに繰り返し繰り返しご自分が十字架にかけられることを予告していました 知っていったらそれを避けることもできたはずなんですよ。でも避けなかったんです。まっすぐに十字架に向かって歩んでいった。それがイエス様の生涯だったんですよ。でも実際に十字架にかけられた時に我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったんですかと叫んだ、叫ばざるを得なかったんですよ。私たちはイエス様がこう叫んでくださったからこそ 神との断絶神から切り捨てられることがどれほど恐ろしいかを知ることができるんです。地獄というのはどういう世界かいろんな定義がありますがそのうちの一つがこうですよ神の愛から神の恵みから神の光から神の守りからまた神の養いから完全に切り離された場所である皆さんその状態をね想像してみていたださい それはあのイエス様が恐怖のあまりに声を上げたほど恐ろしい世界ですよ。私たち普段意識してないかもしれませんが神様から完全に切り離されたらね1分1秒たりとも生きていくことはできないそれが私たちなんですそしてまたイエス様が十字架の上で 完全に神に捨てられて我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかと叫んでくださったことによって私たちの救いは完成したんですねヘブル人への手紙の著者はこう説明しますイエスは死の苦しみのゆえに栄光と誉れの冠をお受けになりましたその死は神の恵みによってすべての人のために味わわれたものです 神が多くの子たちを栄光に導くのに彼らの救いの創始者つまりイエス・キリストを多くの苦しみを通して全うされたということは万物の存在の目的でありまた原因でもある方つまり父なる神としてはふさわしいことであったのです皆さんイエス様のあの叫びはまたイエス様のあのむごたらしい十字架の死はすべての人のためにつまりすべての人を救うために イエス様が味わってくださったものなんですよ。そして父なる神は救いの創始者であるイエス様を多くの苦しみを通して全うしたって書いてありますね。全うした。この全うしたというところを新教大学聖書は完全なものとされたと訳しています。つまり父なる神はイエス様に十字架の苦しみを味わわせ あの十字架の上で絶叫させ、命を捨てさせることによって人類の救いを完成させたんですよ。そのことによってイエス様を完全な救い主として完成させたんですね。私たちは先ほど、他に立てる荒削りの,あの歌の中で十字架の悩みは我が罪のためなりと賛美しました。まさにその通り。 あの十字架の上の悩みあの十字架の上の絶叫それは私たち一人一人のためだったんですそして苦しみを味わい尽くし血を吐くような叫びをすることはその1,000年も前にすでにダビデの死によって予告されていた予言されていたんです私たちが救われ 神のことされ、礼拝者としてこの世に集められているその裏側には、このイエス様の苦しみがある。そしてまた、そのために神は歴史を織りなして、この救いを着々と、着々と、着々と準備してくださった。このことを私たち信仰者もね決して忘れてはならないんだと思います。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになった。 この叫びは私たち一人一人のためのものです。それではしばらく時間をとります。各自静まって神の語りかけを聞きましょう。